1. ぼんやりと過ごす。高校卒業後、働きながらファッションやダンス、お花など忙しくても自分のやりたいことを追求した。2. 人のせい。婚約していた夫が既婚者だったことから昇進するが、恨んでもしょうがないと人のせいにせず、前を向くしかないと英語を学び始める。3. やりたいことを諦める。金銭的に余裕がない中であったが、やりたいことであった留学を決断し、スイス、イギリスへ留学する。この留学経験を経て、後にオーストラリアで働くようになり、まだ日本に全く浸透していなかった人材派遣業の存在と出会う。4. 男性依存。女性の仕事はお茶出しや資料の整理など、男性の補助という風土があった時代に、女性が責任を持った仕事に臨める人材派遣会社、テンプスタッフを設立する。5. 男性だけの社会。多くの困難を仲間たちと共に乗り越え、男性だけでなく女性も働き、より良い人生を送れる社会づくりに尽力する。